はいどうも、ワドツです。たびたびすみません。今日はですね、2019年2月の26日、13時20分です。すみません、枠開いたり閉じたり、ちょっと相変わらずのバグです。今帰宅したんですけれども、電気が止まり、ネットが止まり、エアコンがぶっ壊れました。まあエアコンは前から壊れてたんだけど、やばいっすね。最悪だよ。まあ話してほしい話題があれば振っていただければおしゃべりするんで、皆さんよろしくお願いします。お金から解放されたい。めっちゃ寒いわ。資本主義が向いてないね、完全にね。資本主義が完全に向いてないね。どうしたらいいんだろう。外の方が暖かいかも。それある。確かに。なんか部屋の中寒い時あるよね。外の方が暖かい現象。あれ何なんだろう。外にいた方がいいのかな。大口の花火結果来なかったね。騙されたよ。ギリギリの生活も脱却して、つれえ。このギリギリライフをどうにかしたいよ。いいことあるといいね。そうね。いいことあるといいな。ありがとうね。本当だよね。あるといいな。寒い。上着着よう。寒い。なんかエアコンはね、業者さんが見てくれてアイテム集めてるよ。寒い。エアコンはなんか5分見てもらって5000円かかったんだけど、28000、ああありがとう、招き猫ありがとうございます。ありがとう、マキル助かるよ。ありがとうございます。配信会沼でないとバズらない。沼がウケるかんね。だってさ、でもさ、まあ俺も俺で気違いではあるけど、頭おかしい方ではあると思うんだけど、なんだろう、沼ではないと思ってんの、俺自身。俺気違いではあるけど、沼ではないと思ってて。で、沼じゃないのに沼を演じることは無理だよね。電気料金は払った。だから今はついてる。そう。電気は払ってる。1万円だったね。
そう、冬だからまあしょうがないんだけど、電気はついてて、でネットはつながってないかな。支払いは終わってるんだけど、でもエアコンの方はぶっ壊れちゃってるから、ちょっとエアコンはつかないかな。いや、俺沼なのかな。でもさ、沼の使い方とは違うじゃん。気違いだとは思うんだけど、沼ではないのかなと思うけどね。全然聞いていいよ。別にリスナーさんに隠し事とかないから、俺。何でもかんでもさらけ出すタイプだから。今さら隠すようなものない。ネットはダメだね。不器用なのかな？このサイトにアクセスできませんと、ほら。ふわっちが開かない。ネット止まってるんだ。エアコン修理の場合、ガスを補充したら8割ぐらい治るらしいんだけど、2万8000円って言われて、2万8000円で、で、それでもダメだったらもうぶっ壊れてるから新しいエアコン買わないとダメだって。イケメンでも沼でもないんだよな、俺は。イケメンでも沼でもないんだよ。残念だよね。おしゃべりがうまい、ただの寄り目だから。いや、大家に直してもらうよ、これは。大家に直してもらう。だけど、しばらくは寒いまんまだね。ネットは、これ、ポケット Wi-Fi ね。ポケット Wi-Fi。だから、パソコンの方繋がってない、今。こんにちは。いや、そうでしょう。はい、おはよう。イケメンでもさ、沼でもないでしょ。おしゃべりが上手な寄り目でしょ。おしゃべりが上手な寄り目ですよ。残念ながら。Wi-Fi。レンタル Wi-Fi。まあ、ネットは今 Wi-Fi が繋がってるから、携帯配信だったら、レンタルは使い放題だから、だから回線速度が異常に遅いだけなのね。だからまあ、ネットは使えるっちゃ使えるから、まあ配信はできるから、なんつうんだろう、救われてるんだけどね。まあ、ただ、この生活をどうにか切り抜けないと、もうやだよ俺。こんな毎月毎月電気止まって、ガス止まって、水道止まって、ネット止まって。もう月末のコンテンツになっちゃってるもんね、完全に。貧乏っすね。あ、でも支払いは終わりましたよ。生きてくには金がかかりますな。お久しぶり。生きてくには金がかかるな。生活保護には戻りたくない。正直な気持ちを言うと、生活保護に戻りたいっていう気持ちはない。一切戻りたくないね。それは本音かな。天気いいな。あれ？缶がない。なんでだ。よいしょ。ケースワーカーうざいとかじゃなくて、なんだろう。やっぱ配信で飯を食えてるっていうのが俺の唯一の誇りだから。あ、わかる。なんか自給自足生活とか憧れるよね。すげえわかる。家賃はね、6万円だよ、俺が住んでるところは。6万円。支援はないよ。俺、個人支援断ってるもん。だから、結構リスナーさん多いけど、和道に振り込んだことあるよとか聞いたことないでしょ。俺はもう完全にふわっちだけだね。収入は。アイテムだけ。東京だからね。だって、タワーマンションとか見えるでしょ。新宿だからね。あ、そうだね。エアコンは不動産屋に言うよ。後で電話するよ。ちょっと。東京、高いよ。この辺は高い。そうだよ。慎吾さん、柴田、加藤潤、
石川紀之、野田造り、全部ダメ。格差を感じる。まあそれが東京だからね。金持ってるやつは、金持ってるやつは天国だけど、金持ってないやつは、そうそう、天国と地獄が同時にある街だから。そうそう、配信者の当たり年って言われてる。10年に1回の当たり年。その次の上の10年上の世代がみどりさんとかじゃなかったかな。そう、10年に1回大量にゴミクズ生主が生まれるって言われてんだよね。そう、そのゴミの一人だよ。85年組とか言われてるね。親いない。6万めちゃめちゃ安いね。6万めちゃめちゃ安い。あっち、ん？だってリスナーさんと仲悪くなるのやだ、やだもん。だって個人的にさ、現金とかもらったらさ、絶対揉めるじゃん。俺配信の初期にもらってたことあるんだけど、支援してもらってたことあるんだけど、みんないなくなっちゃったの、その支援してくれてたリスナーさん。だから自分の中で花火とかもらって、なんかその揉めたりとかないんだけど、あの現金をもらくれる人ほどやっぱりなんか離れていっちゃったから、あ、これ良くないなと思って。そう、いや、ラジコンにしようとかはなかったけど、やっぱりさ、良くないんだよ、個人間で。やっぱ思い入れが強くなるから、リスナーさんの。だから断ってるね、断ってる。よっさんと金梅さんがバズる理由、面白いからじゃないの。やっぱね、配信者だったら配信のアイテムとかで稼がないとダメじゃん。それこそほんと直振りとかになっちゃうと、やっぱなんかプロではないのかなって思っちゃう。ね、面白くなんないとね。ほんとだね。いや、まさにそこだよね。よっさんと金梅さんがなんでバズって、なんで稼いでるのって。いや、面白いからでしょ。じゃあ、ワド君面白くなればいいんだよって。すげえ正論だよね。すげえ正論。はい、ワド2。いや、めちゃくちゃ正論すぎるわ。ほんとそれ。この世界は面白くなって、リスナーさんに認められたら、アイテムもらえる世界だからね。まあでも暖かくなり始めたぐらいの時期だったから、エアコンが壊れててもまだ助かるっていう感じだよね。ギリギリ助かるっていうか、不幸中の幸いだよね。不幸中の幸い。悔しいぜ。みんな稼ぎまくってんな。寒風摩擦するしかないかもしんないね。寒風摩擦。昭和か。昭和初期か。戦、
戦前か。すごいよね。寒風摩擦で寒さを乗り切ろうとするさ、その精神力がすごいよね。Wi-Fi。もう一回電源抜きさせさせて。電気とネット止まって、電気が止まった弊害でエアコンが止まった。エアコンはもう毎月もうぶっ壊れ気味だったんだけど、なんか業者さんに見てもらったらガスがないんだって、室外機の。ガスを補充したら8割方治るって言ってたね。うん。ガスがあったら治るよ、みたいなこと言ってた。ダメだな、ネットまだ繋がってないか。ちょっと待って。まだ時間かかるんだろうな、復旧に。まだダメだ。電気はもう支払ったからね。うん。うん、メタンガスでしのげないのか。どうなんだろう。うん、電気はもう、復旧したよ。そう、不動産屋に後で電話して直すわ。エアコンは。大家さんの、備え付けだから。大家さんのあれだからね。もう何年住んでる？ここ6年住んでるから、しょうがないよね。ありがとう、嬉しいよ、タマスさん、ありがとう、アイテムありがとうございます、ありがとう、サンキューです、助かります。いや全然ありがたいよ、ビンゴのやつ俺にくれるんだ、ありがとう、嬉しいよ、助かるよ、ありがとね。寒い。あれ？携帯がつかない。あ、ついた。ん？なんだこれ。うん。あ、いやいやいや、全然いいよ、全然いいよ。ああ、億プレイヤーになるっていうか、まあ、1000万プレイヤーで十分すごいと思うけどね。なんかもう、アイラとか1億円とかさ、5000万とか稼いでる人とかいるけど、もうそこまでなくて、なんだろう。普通に月収100万円とかですごいと思うけどね。俺は金梅さんに取ってもらいたいかな。なんか、ツバニャンは納得できないかな。ツバニャンすごいけど、うん。いや、違うと思うよ。シンゴさんはそんなに億プレイヤーじゃないでしょ。ただ数千万プレイヤーだけどね。2,000〜3,000万は稼いでるけど。すごいよね、シンゴさん。まあ、億プレイヤーだよね。うん、億とかも全然、うん。そうだね、シンゴさん億じゃないね。ヨッサンはまあ、億いくだろうね。まあ、予算、すげえかんな。帝王っていうあだ名がついてるぐらいだからな。実際ファン多いしね。うん。実際ファン、まあまあまあ、俺は厳しいよ。うん。俺は厳しいね。ファンが全然いないもん。ランハゲさんは、10万とかじゃないの？ランハゲさん10万とか15万とかだと思うけど。
ランハゲさんほらあれじゃん、実家暮らしっていうメリットがあるから家賃かかんないから10、まあ2、3万あったら全然生活できるからね。そこはやっぱ実家住みのメリットだよね。っていうかさ、配信者ってさ、みんなさ、稼いでもさ、パチンコか女か風俗か、なんか散財するよね、みんな。すごいよね。金遣いめちゃめちゃ荒いよね、配信者。なんか稼いでる人、まあ、テルチャンピンとかもさ、稼ぐ前から知り合いだけど、すげえみんな稼いでるね。みんなすげえ金使うよな。豪快に使うよね。気持ちがいいぐらい残さんよね。ありがとう、花火ありがとう、潜ってみてくれてたの。ありがとう、マリモさんから花火いただきました。あと酒だ、それだ。酒、風俗、女、博打ってすごいよね。なんだっけ、打つ、飲む、買うだっけ。すごいよね。そうだ、酒もあるんだ。俺酒飲まないからそこは唯一のあれかもね。酒もやんない、ギャンブルもやめた、女も買わない。うん。ダンカンさん最近会ってないですね。ダンカンさん最近会ってない。去年の年末会ったけど、うん、ねえ、すごいよね。そりゃ金かかるわな、みんな。お酒はたしなまないかな、俺は。ていうかなんか今日閲覧多くね。どうした、あれかな、運営さんが水増ししてくれてんのかな、家賃を払うためにプレミアムリスワンのために。俺17位だから無理だろ、うん、あー、まあテルちゃんね、チャンピオン今デッドだろうね。あ、あの毎日走ったりしてるんで、ロードワークしてるんで、はい、今ちょっと1週間ぐらいあのクールダウンしてるんで、疲れ抜いてるんで、あのちょっとリバウンド気味ですけど、まあ5キロぐらい痩せたはずですね。捨て頃に向けてトレーニングしますよ。ファッ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 、うん、走ってます、毎日5キロ。ありがとう KP、 ありがとう。痩せたかもね。体重65キロまで落とすから10キロの減量だね今回は。まあまあそういうのもあるでしょう。金の使い方っていうか、まあ生き方だよね。完全にキャラクター商売だから、やっぱ生き方が尖ってる人が人気出るっていうね。だから普通の考え方とかしないよ。やっぱ貯金しようとか投資しようとかさ、面白くないじゃん。なんか保険に入りました配信とか、なんかがん保険に入りましたとかさ、全然面白くないじゃん何それってなるでしょ。リスナーさんからいただいた花火のお金で積み立て年金を始めましたとか、どうでもいいもんね。うん。あ、そうなんだ。アムチンと一緒に住むんだ。ていうかさ、あの、テルチャンピンの取り巻きのさ、テルチャンピンファミリーみたいなのどうしたの？なんか、テルが金がなくなった瞬間に離れたよね。うん。アイワード2。うん。ノリコと別れたってマジな、マジだよ、シャムさん。うん。振られた。将来設計とかやだよな、なんかね。やだよね。やだわ。そんな配信者、やだわ。夢がないわ。金がなくなったんじゃなくて、もともと稼いでないっていう。あ、テルだってすごかったよ。稼いでるとき、本当に、ワードを聞いて、つって、服屋さんに行って、服買ったんやーって言って、あーそうなんだって、おしゃれになったねって言ったら、笑うで、20万請求されたわーっつって、えって言って、いや高そうな服屋行って、欲しいもん指差して行って、会計の時に20万だったわーとか、もうすごいのよ。家電屋さん行ってテレビ買う時も、一番高いテレビどれみたいな、で一番高いでっかいテレビ買ったり、もうあれでしょ、マイケル・ジャクソンでしょ。マイケル・ジャクソン。すごいよね。ヒカルくんと軍曹どっちが勝つと思う？両方ともスパーリングやってるんだけど、ポテンシャル的には余裕、6対4ぐらいで軍曹なんだよ。強さで言ったら、俺の体感ね。
ステゴロ2の時の練習会では、軍曹が6、ヒカルくんが4ぐらいのパワーバランスだと思ってて、軍曹有利だなと思ってたんだけど、俺はヒカルくんに勝ってほしいっていう気持ちがある。軍曹が好きとか嫌いとかじゃなくて、やっぱヒカルくんに復活してほしいっていう、もう2、3年の付き合いだから、軍曹すげえいいやつだけど、なんかヒカルくんがさ、やっぱ今大変な時期だから、なんかこれを機に復活してくれて、こう、なんかヒカルくんが元気出てくれたら嬉しいなと思って。恨みつらみは全くないよ。両方とも知り合いだし、軍曹いいやつだし。うん。あー、すごいね。50万も使ってるんだ。まあ、うまい棒だけでね、1万円分使ってるからね。すごいよね。1万円の。ヒカルどうなってんの？わかんない。全然会ってないし。なんだろう。結婚騒動から会ってないね。子供生まれるとか。配信やってるでしょ、でも。元気だといいけど。あれか！年末あったか。年末あったわ。うん。どうなってるのか、まあ、俺配信見ないからわかんない。みんなの方が詳しいよ、多分。はい、こんにちは。みんなの方が絶対詳しいね。ね、ヒカルくんすげえいいやつだからさ、大好きだから、ヒカルくんが元気出て復活してくれたら嬉しいな。うん、あ、鬱っぽいんだ、最近。まあ、家庭のね、こととか仕事のことがうまくいってないのかもしんないね。うん。未払いっすね。こんにちは。未払いです。で、エアコンの業者さん呼んで、5000円払ってさらに金が飛んだね。ヒカルくん優しいね。もともとハゲてる。もともとハゲ。うん、ゲーハー、うん。一度失った髪の毛はなかなか生えてこない。てかネットつながるの遅くねえか。1時間ぐらい経つぞ。うん、ゲーハーです、ゲーハー。でもね、男の人は覚えておくといいよ。ほとんどの確率でハゲるから。歳を取るっていうことはハゲるっていうことだから、髪の毛がふさふさのうちに可愛い彼女にアタックしてください。好きな女がいたら、口説きたい女がいたら、髪の毛が生えてるうちにね、プロポーズしましょう。ブリーチ？いいよ。全然ブリーチしてもいいよ。うん。ステゴロドレさんは出ないんじゃないかな。リザーバーなのかな？解説員なのかな？ちょっとわかんないけど。ヒカルくんね、気のいい体育会系だよね。俺はね、思いっきり陰キャだからね。オタク、ザ・オタクの喋り方でしょ。陰キャだから、陰キャ。ね、最後の捨て頃だからね、ドレさんの試合見たかったけどね。まあ、ドレさんもね、年齢的にね。まあまあ、ていうかね、なんか、もう、人間のほとんどはほぼ遺伝だからね。結婚は諦めたの。俺結婚願望ないよ、もともと。昔から。ねえ、気さくだよね、ヒカルくんね。ヒカルくんのファンめちゃめちゃ多いよ。ヒカルくんを見るっていうリスナーさん、うちのリスナーさんでも多いし。ヒカルくんみんな好きなんだ。元気出てほしいよね、ヒカルくんにね。応援しようぜ、みんなで。ヒカルくんのこと。おや、ちゃんまにもう2年ぐらいブロックされてるから全く見てないね。たまーにね、ただの散歩さんの動画見て、あ、ちゃんまんやっぱ面白いなって思うけど、生放送自体はもうずっと見てない。2年間ぐらい。だから何やってるのかとか知らないんだよね。1ヶ月に1回なんか、あ、ただの散歩さんの動画が関連動画に出てきて。そうそう。だから、いや、本当にだから2年間ぐらいだね。祭りの後にブロックされたから。だから、何がどうなってるのか全くわかんない。閲覧がどれくらいあるかも知らないし、いくら稼いでるかもしんないし、誰とコラボしてるとかも全然わかんない。なんかこの前、養分伊藤と、なんか、養分伊藤じゃない、ジャックナイフユウトっていう人と、ちゃんまんが、なんか、ちゃんまんの店の配信かなのやつは見たけど、なんか、鶴の神のことをジャックナイフユウトが聞いてて、で、なんか、おめえは、
どうなんだよみたいな。あれを見てちょっと笑ったぐらいだね。うん、便所太郎さんだって席入れてないじゃん。あれはなんつうの、事実婚って言うんだっけ、なんて言うんだっけ。あれしょ、席は入れたわけじゃないでしょ、便所太郎さんは確か。いや、配信者と結婚する女性はよっぽど、内縁の妻か。いや、よっぽどでしょ。いや、俺ね、配信者と付き合うのおすすめしないもん。なんか、ワンナイトラブとかセフレぐらいだったらいいかもしれないけど、いや、結婚じゃないでしょ。だから、あの、内縁の妻でしょ。あれを結婚とは呼ばないでしょ。便所太郎みたいにっていうか。いや、配信で結婚はないでしょう。配信者と結婚とかって、最も、よっぽど配信好きで、よっぽど本当に心の底から好きじゃないと、無理だと思うよ。だって配信でうまくいってるカップルとか、なんか聞いたことないもんね。うん。気違い配信する旦那とかお父さんとか嫌だよね。いや、俺らは誇りを持ってやってるけど、配信活動は。でも、まあ、だから昔で言うところの芸人さんのさ、子供みたいなもんでしょ？絶対いじめられるでしょ？お前の父ちゃん配信者、お前の父ちゃん配信者ってクラス中に言われるんだよ。すげえかわいそうだよ。やめてよ！お父さんは配信者だけどやめてよみんな。きついでしょ。泣きながら息子帰ってくるんだよ。で、ただいまガラガラって言ったら、パソコンに向かって喋ってるんだよ。もうくっそ笑うでしょ。グレるわ、そんな子供。うわぁ、お前の父ちゃん、ホモのおっさんと、チューしてた。ホモお父さんだって言われるんだよ。ねえ。ああ、まあ、センパチくんの運命だよね、それは。うん。センパチくんが背負ったものは、ね、すごいよね。まあでも、ほら、政治家になったから、ちょっとセンパチくん、まあ、離婚しちゃったかな。うん。ね、せっかく株上げたのに。なんか人生ってすごいよね。ああ、すげえやだね。俺の父ちゃん、お前の父ちゃんの花火師なんだから、つってマウント取られるんでしょ。すげえやだ。授業参観の時に花火いつもありがとうございますって。昨日の父さん神回だったなとか言われるの嫌だね。なんか、お前父ちゃん昨日面白かったぞ、みたいな、すげえ嫌だよね。だから、いや、芸人さんの子供とか複雑なのもそうでしょ。うん。いや、そういうもんだと思いますよ。本当に。だから、まあまあ、独身を貫くのが、この商売を続けていくの、に大事なことだと俺は思ってるけどね。ぶっちゃけた話なんか、ワンナイトラブとかセフレぐらいだったら、遊ぶっていう感覚を持って配信者に近づくのが正しい近づき方なんじゃないかな。なんかまともに恋愛したらダメだと思うよ。幸せになれないよね。うん。やだな。おめでとうって。え、何って。父ちゃんチャンネル登録10万人いったらしいね。とかって。銀の盾が届くよとか、ね、やだな。うん。帰ってきたらお父さんが銀の盾をこう抱えて息子に自慢するんでしょ。まあ独身が条件でしょう。絶対そうだよ。うん。え、YouTuber の方が良くない？配信者、お父さんが配信者とかお母さんが配信者が一番嫌だよね。お前の母ちゃんまたパコってたの？とか言われたらもう最悪だよね。お母さんの方がダメージでかくない？お父さんはまだなんとかなるかもしんないけど、お前の母ちゃん昨日
深夜ちょっとパコってたぞとかやだよね。すげえへこむよね。うん、いや配信内容って言っても配信内容が面白くないってことは過疎だからね、うん、そっちの方がダメージあるでしょ。お前の父ちゃんもしかして配信やってないっつって、え知らないって、なんかお前の父ちゃん日曜日の夕方5時から夕方7時までミニ四駆作る配信やってるだろうとか言って、こっそり日曜日にこうガラガラって開けて、いやここでパテを塗るんですよとか言って、閲覧3とかだったらすげえ嫌じゃん。だったらまだお前の父ちゃん配信者って言ってバカにされた方がいいよ。でしょ、なんかもう趣味でやってるお父さんの配信者ほど悲しいものないでしょ。これはなんかそう思うけどな。もう振り切っ、まあだから家族は作るもんじゃないよね。いやだから偶然見つけられちゃったパターン、うん、すげえ嫌だよね。なんかさ、チャンネル登録17万人ぐらいのなんかYouTuber が YouTube ライブやって、なんか Twitter で炎上した事件がすげえ面白かったんだよな。なんか小学2年生がスーパーチャット120円投げて、なんかスーパーチャットに対してありがとうがないって言って Twitter でブチ切れてたっていう事件のなんか2ちゃんのまとめスレ見ててすげえ面白かったんだよ。なんか小学生の120円は確かにあの重たいとか賛否両論あって、その投げ銭に対する、そうそうそう、投げ銭に対するなんか価値観がいろんな賛否両論あって、そう面白いよね。あ、そっか、ちゃんまんも子供いるのか、うん、まあね、しんごさんはまあミスター配信、まああそこまで稼いでるんだったら俺はいいと思うよ。中途半端な配信者が一番辛いんだって、俺みたいな、嫌でしょう、親戚に有名配信者いたら。お前の父ちゃん、うなちゃんマンって。すげえ嫌だよね。まあ、どうなんだろうね。その、子供しかわからないことだったんだよ。うん。すごいパワーワードだよね。お前の父ちゃん、うなちゃんマンって。まあまあ確かにってなるよね、うん、何なんだろうね、何なんだろう、ネットカフェには行かないかな、うん、あ、何だろうこれ、あ、新年明けおめ、何このアイテム。ちょっと待って待って待って、俺が見たこともないアイテムもらったんだけど、え、何これ、新年明けおめ。こんなアイテムあったっけ、これいつのアイテム、何これ、おみくじ。なんでこんなアイテム持ってるの。なんかいるよね、古いアイテム抱え込んでる人って、コレクターがいるんだよ、コレクターが。何アイテムなんだろう、よく持ってるね、おみくじとか、ありがとね。誰だろう、だから俺はやっぱりお父さんが配信いるかとか懐かしいな。お父さんが配信者よりやっぱりね、お母さんが配信者の方がダメージはでかいと思うんだよね。これ男女差別っていうわけじゃなくて、これわかるでしょみんなも。お父さんが配信者はなんかもうこうね、割り切れるけど、お母さんが配信者でお母さんの配信パッて覗いたら、気持ち悪いおっさんにちょっとおっぱい見せてよとか書かれてて、ちょっと谷間寄せてるお母さんとか嫌だよね。露出がちょっと多めなお母さん嫌でしょ。くね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 動いてるお母さん。あー、ジャックありがとう。複雑な気持ちになるよね。お母さん色気売ってるっていう、ネット繋がんねえな俺、まあ、い
いや、爆走に関しては、色気を売ってるとかじゃなくて、正々堂々とも FC2 配信やってるわけだから、もうそこはいいんじゃない？振り切ってるから。もうなんか、なんかそこまで振り切ってたらいいけど、中途半端になんかくね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 動いてて、なんか猫撫で声で谷間チラチラ見せてたらへこまない？お前の母ちゃん、ジバーナっつって。すげえな。それもパワーアート、パワーワードだよ。お前の学費を稼いでるんだよって言われたらどうしようもない。ああ、かっこいいかな。なんか、振り切ってる人とか割り切ってる人は俺ロックだと思うの。もうロックンロールとかそういうジャンルだから、なんか割り切ってる人はいいんだけど、その、なんだろう、割り切れない中途半端な感じでやってる人はどうなんだろうっていう。なんかネタにしてたら勝ちだと思うんだよね。もう女芸人みたいなもんじゃん、ツバニャンは。うん。あ、喧嘩してたんだ。なんかあれでしょ、善逸さんと付き合ったっていうツイートは見たけどな。善逸さんとツバニャンが付き合ったっていう、もう台本の匂いしかしないけど、ほとばしる台本集がすごかったけど、まあまあまあ、閲覧稼ぐなと思って。うん。俺なんか知んないんだけど、なんか、ツバニャンの、あ、ツバニャンじゃない。愛子さんの囲いか、愛子さんのアンチか、なんだかわからない人から LINE が来て、なんか愛子ちゃんの全裸の写メが送られてきて、で、愛子ちゃんを返せみたいなことを書いてるの、その人は。で、朝起きて、なんで俺愛子ちゃんの裸見せられてんだろうと思って。で、これが配信で出回ってる画像なのか、プライベートで愛子ちゃんが、花火師さんに全裸を送ってるのかよくわからないじゃん、こっち側は。だからなんで俺愛子ちゃんの裸、なんなんこれとか思って。で、もう頭きたからこういうのやめた方がいいですよみたいなことを LINE で送ろうとした。なんでか知んないけど、もう朝の時点でブロックされてたの。だから、一方的に俺愛子ちゃんの裸の写メを送りつけられただけで、あれなんだろう。ツバニャンの時もあったの。なんか、ツバニャンが脱いでるぞ、つって。いや、俺ツバニャンと絡みないからって思ってたよ。ツバニャンのクパ画像とか。捨て画像なんだ。もうやめてほしいよね、そういうのね。なんか、求めてもいないことを送ってくんなよっていう。求めてもいないことを、どうも。クソバイさんありがとうございます。クソバイさんありがとう。はい。カルトなのかな？なんかね、やだよね。はい、ワド2。おー、久しぶり。うん。あ、そうなんだ。え、なんで村野さんは愛子ちゃんの裸の写真を持ってるんだろうね。配信カクカク？嘘？え、みんな映像ダメ？電波ないかな？配信カクカク？いや、抜かないよ。あのね、抜かないよ。抜けないよ。知り合いのなんか。いきなり、何の脈略もなく。カクカクじゃないよね。大丈夫だよね。ありがとう。寒い。部屋が寒いよ。寒いよ、パトラッシュ。うん。画質は良くないけど、見れんほどじゃないか。うん。何なんだろうな。なんで愛子ちゃんの裸の写メが出回ってるんだろうな。それが謎だよね。何なんだろう。一体誰が手に入れて、どういう意図でばらまいてるのか、全く意味がわかんないかんな。すぐ消したけどね。やっぱ、リベンジポルノじゃないけど、そういうのって良くないと思ってて、犯罪だからね、ばらまいてる方は。
ダメだよ、そういうの。俺の返せって言う割に裸写メ送るとか意味わか、意味不明。俺の返せ。ねえ、電気ヒーターとか石油ストーブあるといいんだけど、この部屋めっちゃくちゃもう狭いから置く場所がないんだよな。で、あ、ちょっと、ごめんね。また、リスナーから送られてきた LINE の話、立て続けでいい？あの、いつものシリーズなんだけど、もう散々聞かされたシリーズなんだけど、新しいパターンが出てきたから、ちょっと、あの、許せない LINE シリーズ、第、もう何段だろうね、第60段なんだけど、いつもはさ、その朝とか夜中とかプライベートの時間で、ピコン、ピコン、ピコンって朝5件、10件とか溜まってて、LINE つむつむやりませんか？ディズニー LINE つむつむって、もうやめろやって言って、怒ってるわけじゃん。だからもうそういう LINE つむつむ、もうネズミ婚みたいだから、もう LINE つむつむ送ってくるリスナーブロックするからねっていうことを結構ネタにしてて、でもネタにしてもしなくても来るのよ毎日。でも嫌だなとか思ってて、毎日プライベートの時間が寝てる時に起こされたりするからやめてって言ってんのに。でもね、今回新しいパターンがあって、いきなり LINE 申請が女の人から来たのね。可愛らしい顔の女性なんだけど、綺麗な感じの女性から、あ、どうも和道さん、私何々っていうものですみたいな。で、こういう理由でふわっちアカウント消してたんですけど、実はまだロムって見てるんですみたいな、ちょっとファンレター気味みたいな感じだったので、悪い気はしないじゃん。で、あの、これからも和道さんのこと応援してるんで頑張ってくださいみたいな、もうファンレターよ。要は悪い気はしないから、あ、よかったなと思って、ありがとね、頑張るねってすぐ返信返したの、珍しく。そういうのは嬉しいから、よろしくねみたいな返したら、5分後にピコンって返信が返ってきたから、あ、なんだろうと思ったら、 LINE つむつむ殺すぞとか思って、もう当てつけだよねこれ。いや、もう超なんか複雑な気分になったよね。なんだこいつとか思って、もうどうしてさ、女の人はさ、ディズニー LINE つむつむをやるので、やるのは構わないけど、あの、送ってくんなよ。そう、ワンクッション入れてきたから、これがネタでやってるのか、本気でやってるのか分かんないの。そう、笑いなのか、そう、突っ込んでほしいのかも分かんないじゃん。その、LINE つむつむ送んなやって送れば正解なのか、いや、本当になんかもう LINE つむつむで、メンタルやられてるから、もうなんか嫌な気持ちになっちゃって。何さっきの感動っていうか、その、頑張ってください。嘘じゃんみたいな。すげえへこんだ、なんか。もうそれ放置したけどね。なんかもう既読無視したけど。なんだろうね。いや、わかんない。ワンクッション、ファンレターからの LINE つむつむとか。いや、結構ね、いろんなパターンがあったんだよ。増えてきてるんだよね。巧妙な手口ですよ。ありとあらゆる。あと、もうさ、あの、もう、長文先輩が、もうね、本当に、もうこれみんなね、配信者になったことないわけじゃん、みんなは。もうね、必ず長文でこういうやつがいるから覚えといて。和道さん、こんにちは。初めて LINE をさせていただきます。忙しい中、いつも配信頑張ってますね。ところで私事なんですが、和道さんを初めて見たのは YouTube からです。何々さんと仲良く触れ合って配信してるところや、リスナーさんを大事にしてるところに好感を持ち、私は普段コメント打たないんですが、ロムって半年ほど見させてもらってます。っていう結構長めのところから入るの。もう大体このパターンなの。まあ、配信お疲れ様とか頑張ってますね、とか。で、どこどこから配信見始めました。要は誰かのコラボで見始めましたっていう中の中文に入って、で、その感想を書くと。ここまではいいんだよ。ここまで全く悪い気しないんだけど、必ずなんだけど、この後に来る展開がその長いの。長くて、
そっから本題に入って、でも最近の和道さんはちょっと変です。アイテムを過剰に要求したり、リスナーさんに怒鳴りつけてるのを拝見し、あ、私はもしかして勘違いしていたのかなと思うようになった次第です。特に昨日の放送に関してはちょっと言い過ぎではありませんか。あんな風に言ったら傷つく女性はたくさんいると思います。私は配信者は多くの100人以上が見てる人の前であのような暴言を吐くようなことはあまり好ましくないと思います。ですのでフォロー外しました。もう見ません。さようなら。俺一度も触れ合ったことないんだよ、ロム線だから。で、俺はいきなり初めましてから俺のことがいかに好きになったかを言われて、でそのままさようならに行くんだよ。どんな、もういや、フォロー外すも、フォローするも、アイテム投げるも投げないも、コメント書くも書かないもいいよ、全部受け止めるよ。だけどこの文章はこれ結構来るんだよ。1ヶ月に10件ぐらい来んの。本当に同じやつがやってる。男性パターンもあるので、必ずそのもうフォロー外しますなの、文面が。で絶対に長文なので、文脈が全部テンプレ、本当に同じ人が書いてるんじゃないかみたいな。はじめまして、私は何々です。何ヶ月前から見てます。何々をきっかけに和道さんのことに興味を持ち、拝見するようになりました。特に何々さんとの絡みでどういう風なって長いの。で、その挨拶文はいいのよ。そっから本編は結論納得いかないっていう。何なんだろうあれ。もういやいや、もう勝手に外せよって思うんだよ。勝手にフォローして勝手に外せばいいのに、フォローしたり好きになるのは勝手に好きになって、でロム線だから誰だかもわかんない、絡みもないんだよ。だけどフォローを外すときだけにはもうなんだろう、宣戦布告みたいな、なんかもうチンここに戦をセンスみたいなノリでガンガン来るから、なんだろうね。なんか、そういうリスナーが多いんだよ。そうそう、勝手に俺のことを勝手にいい人だと思って、勝手に気に入らないから去るっていう。で、それは構わない。それは否定はしないの。ただ、それをなぜ俺に長文で伝えてくるのかわかんない。俺ね、だからね、本当に、今度、撮っておこうと思って、もうそれが、何回ぐらいあるんだろう ?50 回ぐらいあるのよ。で、もう本当にすごいの。だからもう今度見せるわ。なんかここまで言ったら嘘だと思うでしょ。いや、長文の後につむつむパターンじゃないの。つむつむのやつは、つむつむをひたすら送り続けてくんだよね。で、結構多いんだよ。いや、映画っていうかね。DM じゃないんで、LINE なんだよ、必ず。しかも、わざわざ LINE、わざわざそれを書くために LINE 登録してくんの。要は、お別れメールをするために LINE を送ってくんの。だから、もともと LINE 登録してて、普段からファンレター送ってじゃないのよ。その一文、一行を送るためだけに。で、俺、なんて返したらいいかわからないじゃん。あ、どうも、はじめまして。いつも僕の放送を、ご覧いただき、ありがとうございます。何々さんのおっしゃっている、何々さんとのコラボは、何々さんと初めて絡むので、よし、頑張って、面白い配信をするぞ。こんな展開があり、こんな展開だったので、ここは、こういう切り返しで、リスナーを盛り上げてやるんだぞ、など、いろいろ苦戦をしました。とかさ、俺も長文で対抗するわけにはいかないじゃん。そんなのないから。なんだこの熱量みたいな。お前のその熱量に対してこっちはそんな熱量ねえよっていうさ。
なんだろうね。しかもさ、すごいプライベートで配信外でのやりとりだから、どう返していいのかもわからないし、その、俺の中ではモヤモヤが溜まり続けるんだよ。負のカルマというか、これは、どこに持っていけばいいんだ、この感情は、みたいな。いや、だから今度、キャプチャーするよ、もう撮っておくよ、本当に。何なんだろうね。何なんだろう。だから本当に、本当に好きだったんだろうね。なんかね、もうね、恨みみたいなもの。なんかね、ノリ、わかんないよ。これ俺の勝手な想像なんだけど、初対面の人に、話があるの。座ってって言われて、初対面の人に、あ、はい。はじめまして。あなたと出会ったのは、何年前よね。あなたとずっとに一緒にいたわ。あなたのこんなところが好きだった。あなたすごく優しくて、こうで、こうで、こんなこともあった。ねえ、覚えてる？あの日、一緒に行った、水族館みたいな、すごい、はい、はいってなって。で、でもね、あなたは変わったわ。あなた、そんな人じゃなかったみたいな。なんだろう、なんだろうってなって。でも私、許せないの。こんな人だと思わなかったわ。って言って、書類が出てきて、別れましょうって最後。もう、反抗してみたいな。いやいや、初対面だからみたいな。俺、いきなり座らされて、いきなり出会いを長めに語られて、いかに好きだったか、こんな思い出があるみたいな語られて、でもあなた、もう無理よ、私たちみたいなことを急に言われて、で、離婚届出すけど、結婚してないから、俺らは。結婚してないし、俺からすると、どうも初めましてなのに、そのコントを仕掛けられるから、そう。いや、多分俺が外配信で水族館に行ったのは、彼女にとっては一緒に水族館に行ったことになってるから。いや、そういうことでしょ？俺がされてるのは。どういうことっていう。もう勘弁してよ、マジでっていうさ。なんかね、熱量に差がすごいあるんだよ。いや、だから、例えばなんだけど、もうこれぶっちゃけて言うけど、オフ会ね。オフ会あるある。配信者の。行くよ。配信者のオフ会あるあるなんだけど。はぁ！ワドちゃん！うわ！初めて会えた！うわ！こんな感じなんだ！飲もうよ！飲もうよ！つって。はい！はい！いやー、ワドちゃん、3年間ね、こうで、こんなことあったね。こんなことなったね。いや、そうっすね。そうっすね。はい。いや、そうだよね。あの時どうだって大変だったでしょ？ねえ、頑張ってたよね。捨て頃も負けちゃったけど、俺ずっと見てたよ。はい。はい。で、いや、いろいろあったけど、ごめんな。いや、ほら、俺もさ、いや、ファンだよ。俺はファンだよ。はい。いや、だけど、あの時ごめんな。なんでこの人謝ってんだろうって。お前、キツネ枠でアンチコメント書いてるだろうっていう。なんか知らないけど、楽しいまま、オフ会楽しんで、こっちも、それに合わせてるのに、絶対謝るの。あの時ごめんな。心当たり全くないの。キツネ枠で何しとんじゃお前ら。マジで。謝るんなら書くなや。腹立つんじゃ、こっちは。あってなるんだよ。キツネ枠の件だ。もう俺はなんかもう、あ、はい、はいって。いやでも、違うからね。配信盛り上げようとしてるだけだからね、みたいな。なんかセルフフォローをし出すの。許せねえよ、マジで。だからキツネ枠で、その、ちょっといたずら心で書いたのが本人の中では溜まってるんだよ。勝手にあの時は悪かったねが溜まってるから。こっちは狐枠だから誰だかわかんないから認識ないからな。
やめろよ、もう。悪口書くなや。もしくは雑談たぬきだよな。な。おぉ。自白するんだよ。必ず謝るんだよ。うん。電波ダメ？電波ダメなの？自首するんだよね。何なんだろう、あれ。結構ね、おっさんで高確率なんだよね。おっさんは謝るんだよね。酒、3杯目あたりから急に、いや、あれは悪かったよ、みたいな。何の話だって。いや、わかんない。心当たりが全くないの。その人にそんなこ、なんか謝られるようなことをされた記憶がないんだよね。うん。匿名で花火投げてごめんね、ではないんだよね。花火師さんは、意外となんだけど、病んでる人多いね。あのね、和道リスナーはね、心に何か闇を抱えてるよね。心に何か深い闇を抱えてるよ。何なんだろう。闇人たち。だからあの、何だろう。トレーディングカードの縁の部分は紫色だよね。で、左上にあるマークは紫色のなんか闇属性のマークだよね。俺らってね。光とか炎とか水とか緑とかじゃないよね。グリーンとかのカードじゃないんだよ、ね。なんか紫色のカードだって。何なんだろう。紫たちが。闇が深いんだよね、なんか。変な人多くて面白いよ。リスナーさん変わってる人がすごい多い。何なんだろうね。どっからそうなってくるんだろうな。うん、うん、ねえ、いや、なんかね、面白いだろうね、多分ね、あったら会ってみたら、うん、ねえ、いろんな人がいるからな、世の中には。でもなんか最近思うのが、なんか主婦勢が多いよね。和道枠がね、だんだんね、またね、主婦勢に再評価をされ始めてね、女性のコメントが結構増えてきたなっていう、ここ1ヶ月ぐらい。なんか周期的に流れがぐるぐる変わるんだけど、なんかね、おっさんたちが最近ね、最近前に出てこなくなったね。うん。娼婦？主婦？ん？娼婦？いやいや、全然あれだよ。女性が増えた。うん。なんだろうね。なんかね、あるんだよね。3、4ヶ月で変わったりするんだけど。最近は女性多いなとか、男性多いなとか。でもなんか女性が受けるような配信やってるつもりないんだけどな。なんかね、不思議だよね。なんかトレンドなんだろうな。うん、ぐるぐる回るからね、配信は。いろんなところ見るし。うん、ありがとうございます。はい。どうも。モテ期ではないと思うけど、全然モテないよ。全然モテない。昔はね、正直ね、彼女いなくなったら LINE がすごい来て、私彼女になってくださいとか、デートしてくださいとか、いっぱい来るんだけど、今全然ないよ。うん、LINE も来ない。DM も来ないもん。全然モテない。もうおっさんだもん。うん。優しくないよ、全然。全然優しくないよ。うん。そうそう。イケメンだなって思うの。セブンさんとかかっこいいかな、顔整ってた。なんか、日本人の顔。うん。日本男児っぽい顔で、俺はかっこいいなと思うけどね、セブンさんの顔は。あ、誰だろう、イケメン。ネルさんとか。
でもね、女の人にもうこれは口酸っぱく。ネルさんキモいに。そうなんだ。そうなんだ。ネルさんかっこよかったけどな。あったら。顔整ってたよ、すごい。背も高くて。俳優さんみたいだったね。すげえかっこよかった。もう全然来ないもん。なんか女性から。LINE 公開してるわけじゃん。ふわっちのプロフィールにさ、連絡取れるメールとかさ、電話とかできるの公開してるけど、女性から全然来ないもん。だから持っててはないよ。全然、全然ですよ。いや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 。ただのハゲだから。ただのハゲ。ゲーハーだから。ゲーハー。ダメだ。ネットつながんねえな。遅えな。これ電話しないといけないのかな。それかもしくはプロバイダーだけじゃなくて、なんだ。回線の方も料金未払いで止まってるパターンだね。セレブに、セレブ、超セレブな、加納姉妹みたいな、人に、お声をかけられたいね。シンガポールとか、ドバイとか、わかんないけど、の、海外で見てるの、俺のことを。で、シャンパンを左手にこうくるくるシャンパンを回しながら裸でこうジャグジーに使ってるのね。もちろん屋上吹き抜けね。でもサンセット全裸でジャグジーで左手にシャンパンドンペリピンクね。でセバスチャンがいるのここに。でワドツの放送が気になるわねって言うと、かしこまりました。羊がこうピッてやると、ピッピッてやると、壁、奥側の壁、ウィーンってこう、スクリーンが出て、で、そこに俺の放送がこう、プロジェクターでバチーンって出てきて、どうなの？最近のワドツはどうなの？ってセバスチャンに言うと、はい、電気代が支払えておりませんお嬢様、ワドツに支援して、今すぐ支援しなさい、花火ファンタスティックよ、そういうセレブリティなマダムたち、世界中にいるマダムたちに届けたい放送ですから、ワドツが映画作りたがってるじゃないの、どうなってるの、お嬢様って、お嬢様って、でも最近ワドツは300万円支援されると、うるさいわねって、支援よって、そう、ハートありがとう、そう、そういう素敵なマダムたちにね、この放送をお送りしてますから、そう、ビルがすごい、ビルが二つ、こう、ツインタワーのビルがあって、上が繋がってて、上がプールになってるところで、泳いでる人たちのための放送なんで、わかる？イメージつく？こう、ビルが二つ、こう、ツインタワーになって、上が繋がってて、なんか上が、ビルの上と上が繋がってて、そこプールになってるやつ。そう。で、夜ライトアップしながら、クラブの音楽ガンガンに聴きながら、そこで泳いでるマダムたちのための放送です。よろしく。どうぞよろしく。セレブはふわっち見ないのかな？そうなの？見ないのかな？プライベートジェットで、中で、機内で見てるんじゃないの？電波が弱いわ。ああ、イライラする。どうなってるの？
セバスチャンって。お嬢様、機内では電波が弱いのでありますって。見ないのかな、そうなのかな、見てほしいんだけどね。あの、で、あの、テーブルはもちろん、あの、グッドルッキングガイだよね。ムッキムキの白人。金髪金のムッキムキの、あの、24歳ぐらいの二人がこうやって、四つん這いにこうなってて、ムッキムキだよ。で、二人並んでるの、横に。あの、組体操みたいな。で、そこにクリスタルのガラスを乗せてあって、それがテーブルなんだよ。人間机だよね。人間机。そんな生活を送ってるマダムに、早く出会いたい。いないかな。そんなマダムに出会いたいな。NTT の株主じゃないよ。あのね、KDDI の前の前だね。KDDI だよ。あの、au ね。の携帯電話の権利を持ってんの。女性版塾長のような人が爆投げしてくれたらいいね。っていうか、女性版塾長っていうか、俺塾長女の人だと思ってるけどな。シンプルに俺は塾長は本当にそういう人なんじゃないかって。だってさ、1ヶ月に1000万ぐらいは使ってるでしょ、余裕で。もう本当にネタとかじゃなくて本当にそんな感じなんだと思うよ。多分。じゃないと説明がつかなくない?本当に人間デスクでこう食事をしたりしてるような人だよ。多分。だって毎月毎月1000万ってことはふわっちだけで多分年間1億ぐらいを余裕でできるんでしょ。とんでもない金持ちでしょ。とんでもねえやつだよ。すごいよね。そんな金持ちが世の中にいるんだって思うとゾッとしない?よくよく考えたらすげえよな。ねえ。俺は女性だと思ってるけどな。なんか男性、爆投げす、あのね、男性ってすぐ飽きるんだよ。正直言うと。男性って、あの、3ヶ月ぐらいすると投げなくなるんだけど、女の人はね、ずーっと応援してくれるんだよ。あの、ずーっと応援してくれんの。だからね、多分なんだけど、俺の予想ね、あの応援の仕方は女性なんじゃないかなって思ってるね。わかんないよ。俺の勝手な想像だからね。塾長ここには来ないから、俺の枠には、遊びに来る人じゃないから、全然わかんないけど、多分そうなんじゃないのかな。だって男が男の人に投げるか?あんな金額、わかんないけど。はい、こんにちは。そう。だから、あの、一部、和道に投げない女性もいるんだね。いや、基本、みんな投げてないよ。あの、女性、男性に関わ、あの、じゃあ言うけど、俺、ふわっちの配信者って1万人ぐらいいると思うんだよ、多分。過疎生主も含めたら、数千人から1万人ぐらいいるのはみんなわかるでしょ?まあ配信者それくらいいるだろうな、ふわっちの中に。ふむふむ。で、俺閲覧数上から17位なんだよ。そう、数千人、1万人か数千人いる中のトップ17位にいるわけ。なかなかでしょ?こんな家で毎日ダラダラおしゃべりしてるだけなのに、上から17番、マンスリーランキング、売り上げの方ね、視聴者数は17位なんですよ、僕。4万人ぐらいリスナーさんが見てるわけだから、今現時点で。
俺150位にも入ってないんだよ。いや、いるでしょ、いると思うよ。俺少なく見積もっても17とかショールームとかニコ生とか全部のサイト足したら多分ね、人口20万人はいると思うよ。配信者はいる、いる、全然いる。だってこの中に多分20人ぐらい配信者いると思うよ。全然いると思うよ。配信やったこやってる人手挙げて。はい、私月に1回とかでも配信やりますっていう人多分20人ぐらいいるはずだけどね。だからね、なんつうんだろう、知名度と収入が全く噛み合ってないんだよ俺は。でしょ、まこちゃんでしょ、せつなさんでしょ、はやさん3人いるでしょ、何人ぐらいいる、ずんずんさん4人、うん。だから結構ね、みんなが思ってるより配信者の数って結構いるんだよ。いっぱいいると思うよ。いっぱいいると思う。うん。電気ついてるついてる。ネットがまだ復旧してないですね。電気はついたんだけどね。ネットは止まったままだな。うん。ダメだね。ダミだ、こりゃ。悲しかー。悲しいぜ。早くネットつながんないかな。仕事ができない、仕事が。まあ仕事なんかしてないんだけど。なんかね、フォトショップいじりたいんだよね。ちょっと。ニートの配信者、いや、それはわかんないな。働いてるとか働いてないとかいろいろじゃないの。まあ普通に働いてんだろう。バージョンいくつなんだろう、わかんない。わかんない。バージョンいくつか。いくつなんだろう、俺の。いや、いつか俺の夢だよね。その、なんだろう、ツインタワーの屋上のプールで貸し切り配信、そのセレブと水かけるんだ、そのセレブにパシャってでセレブもパシャって俺に水かけるっていう、ただそれだけの配信で、ヘリコプターで帰宅するっていう、ズパパ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 パってこう降りてきてそのまま俺のプリンセスガーデンまで帰るっていう、そういうセレブリティな枠やりたい。もう成り上がり勝ち組、高須クリニックみたいなね そう、もう配信者たちが嫉妬に狂いまくる。もう花火100万円分とかはもう鼻くそみたいなぐらいのドセレブ。もうなんかこうやってる後ろに札束が、もう札束がピラミッドのソファーに座ってて、あなたのお金よって言われて、あなたのお金よこれは。はい。はい。配信頑張りなさいって。はい、頑張ります。そう。10年以内にそれを達成したいね。10年以内に。そう。やっぱね、未来の配信界に夢と希望を与えないといけないから、あ、スーパースターだっていうね。ランボルギーニを買うんだよ、ランボルギーニを。頑張る。そう。ランボルギーニを買うのが俺の夢だから。そう。ランボルギーニの車の鍵をここにぶら下げるのが俺の夢だからね。
鍵っ子。ランボルギーニの鍵っ子。いけるよ。夢は叶うんだよ。そう、俺は証明するよ。ランボルギーニの鍵をここにぶら下げるまで頑張るんだよ。免許ないんだけどね。残念なことにね。本当の金持ちは免許なんかいらないからね。運転手をつければいいの。運転手だよ、運転手。アカデミー賞のローマのニュース聞いたよね。いや、聞いてない。ワドにもチャンスある。なんだろう、ローマのニュース聞いた？いや、俺ニュースやめたから、もう6年間ぐらいニュース見てないね。免許いらないかな？何なんだろう、ロマのニュース。何だろう、アカデミー賞、ロマ。検索してみようか。ちょっと待って。本当にわかんないな。アカデミー賞、ロマ。何だろう、ロマって。なんだ、ローマ、なんだろう、なんで検索すればいいんだ。アカデミー賞ローマ、うん、知らない。俺全然興味ないもん。え、アカデミー賞作品、ローマは作品賞を逃す、うん、グリーンブック、なんだろう、なんだろう、なんだ、ローマってなんだ、何の話だ。ローマ作品賞を逃す。何の話？うん。ちょっとよくわかんないね。うん。ネットフリックスの作った映画。へぇー。あ、そうなんだ。へぇー。外国映画賞？おぉ。ダメだこりゃ。じゃ、なんかね、違うんだよ。なんかね、映画を作るのは作りたいんだけど、多分ね、その映画を作りたい動機が多分普通の人と違うの。あのね、なんか賞を取りたいとかどういうこととかじゃなくて、なんかね、なんだろう、なんだろう、自分が映画を作りたいから作るのノリなんだよ。本当に。何やるにもそうなの。なんか、なんだろう、好きだからやる。で、普通じゃない？なんか、音楽、楽器弾いてバンドやりたいからバンドやると同じノリで、なんだろう、絵描きたいから、趣味とも違うんだけど、っていうかね、あのね、あ、じゃあ、いい話になったから、これね、趣味とかじゃなくて、あのね、仕事と趣味を分けてる時点で、俺、めちゃめちゃだと思ってんの。仕事と趣味を分けてるじゃん、今の人って。俺これ意味がわからなくて、仕事も趣味もなくないっていう。ライフ、生きるとかそういうジャンルなの。なんか昔の日本人とかってそうだったんじゃないのみたいな。なんか、なんつうの、農業をやる、米が取れた、はい、餅をつく。はい、餅をつく。とかさ。はい、収穫祭。はい、収穫祭とか、趣味とか、仕事とかじゃないと思うの。仕事をやりながら楽しむみたいな。なんつうの、もう仕事っていう概念とかじゃないと思うの。わかるかな？なんとなくその感覚。趣味、仕事っていう分け方がわかんないの、俺は。ああ、ネット配信でも評価されるんだ。へえ。はははなるほど、なるほど。なんか、いや、なんかね、もっと泥臭くていいと思ってて。はい、毎度、毎度、どうもどうも。わかるかな？なんだろうな。なんだろう。もっと、なんか、もっと小さいもので最高に面白いものをやりたいっていうか。だからさ、所ジョージさんとかが、それにものすごく近くて、
所ジョージさんってめちゃくちゃかっこいい生き方してるじゃん。なんでかっていうと、あの、世田谷ベースってまさにそれで、世田谷ベースに集まる仲間たちの中で、最高に楽しいことだけやってたら、たけしさんとかも、いや、めっちゃ楽しいって言って毎週通って、車作ろうとか、拳銃作ろうとかも遊んでるだけなんだよ。ところジョージさんって本当に遊んでるだけで。で、遊びがかっこよすぎて本が出版されたり、テレビ番組になったりとか、そのノリがなんか、かっこいいと思ってて、なんか、その、誰かに評価されるとか、お金が儲かるとか、じゃないんじゃないのって、そもそもって。最初に映画をやり始めたやつって多分金儲けじゃなかったはずなの。仕事ですらなかったの。多分カメラが好きなやつが集まって、こんなことやったら楽しくねって言って、勝手にサークルみたいになって、勝手に自分たちが感動するために、うおーできたーみたいなノリだったと思うんだよ。で、それが家族とかに見せたり、学校で見せたりとかしていって、徐々にそのお金が儲かるようになって、で、今のハリウッドみたいに最終的にはなっていくわけだけど、俺がやりたいのはその、本当の遊びの原点の方で、映像が好きだから、こういう映像の一番最上級が俺は映画っていうジャンルだと思ってるから、ただそれをやりたいんだよね、普通に。クリームソーダの T シャツかっこいいよね。うん、クリームソーダ一着も持ってないよ。クリームソーダ欲しいね。ありがとう、風船ありがとう。なんかね、コンセプトとか情熱とかジャンルとかじゃなくて、映画好き初心者知ってる？知らない。だから、それもなんか違和感あって、そもそもなんだけど、俺映画そんなに好きじゃないの。もうそもそも論なんだけど、映画そんな見ないの俺、正直言って。で、そこがすごく語弊があって、映画好きだよ、映画好きなんだけど、いや、あのね誤解があるの。要は映画オタクじゃないのよ、俺自身が本当に。で、俺は本当のことを言うと、漫画家とかアニメーターとかになりたいのよ。本当のことを言うなら。だけど、絵が描けないから映像をやってるって感じなの。俺の中で。だから、絵が描けないから、イラストが描けないから写真撮るとか、そのノリでやってるのよ。なんだろう。実写じゃなきゃダメなんじゃなくて、アニメが描けないから自分でやるのノリなんだよ。なんかね、この辺も語弊があるんだよね、なんか。で、それを言うと、なんか、それは間違ってるみたいなことを言う人いるの。なんか、それは、どうなんだ、みたいな。でも嫌いなんだから見なくていいじゃんって思うんだよ。わかる？なんとなく言ってること。なんで、その、なんだろう。その表現したい世界が、だからね、一番、青G ね。青G はプロのギタリストだから違うかもしんないけど、たまにさ、ミュージシャンの中で楽譜が読めないけど、演奏めちゃめちゃうまいロックミュージシャンとかいるじゃん。あのノリ。もう、言いたいことはわかんの。青G はプロのギタリストだから、楽譜読めないとダメだよっていうのはわかるの。いや、もうごもっともなの。でも、世の中には、例えばね、世界で一番有名なベーシストって言ったらみんな誰？世界で一番、日本でもいいよ。世界とか日本で一番有名なベーシストって言ったら、シドビシャスでしょ？みんなシドビシャスって名前は聞いたことあるでしょ？ベーシストなんだけど、セックスピストルズっていうバンドのシドビシャス。ベース弾けないんだよ。ねえ。わかる？もう、楽譜が読めないとかじゃないの。演奏できないの。なのに、世界で一番有名なベーシストとして、シドビシャスって聞いてるでしょ？俺は、それで良くないって言ってんのよ。わかるかな？なんとなく。このノリ。うん。お、
おお、カズくんさんいらっしゃい。おお、わかる？違うよ。それは音楽が好きな人でしょ？ジャコパスとかいうのは。でも世間一般的に、ベーシストって言ったら誰が思い浮かぶ？っつったら、シドビシャスでしょ？どう考えても。と思うけどね。そう。だから、なんか、こうあるべきなのはわかるんだけど、それが正解だとは思わないっていう。シドビシャス浸透してるだろ？してないの？シドビシャスは浸透してるでしょ？映画撮ってる撮ってる。撮ってる撮ってる。シドビシャスは全然やるでしょ？だから、なんだろう。脚本が書けない映画監督もいてもいいし、映画を全く見ない映画監督が俺はいてもいいと思う。なんか、その、そこに、そこは重要じゃないんじゃないっていう。シドビシャスベース弾けないよ。ベースは、殴るための鈍器だから。シドビシャスはムカついたやつを殴るための道具だから、ベースで。ああ、撮影自体は入ってないよ、カズ君さん。ちゃんと呼ぶよ、ちゃんと呼ぶよ。撮影自体は入ってない。マルコム・マクラーレンのラジコン？ははまあまあまあ、そうだけどね。いや、もう、カズ軍曹は、もともと出るって決まってるから、もうずっと、むしろ、最初の方に言ってくれたもん。ワド君のギターオリジナルで作ろうか。ああ、作ってよ、作ってよ。ルックスじゃないよ、もう生き方だよね。めちゃくちゃなやつがいるっていうだけで、こいつメンバーに入れたら売れるんじゃねって。もともと、シドビシャスはセックスピストルズのウルフって言ってファンだったんだよ。そう。で、めちゃめちゃカリスマ性あったから引き抜かれた。お前ベース弾けなくていいから、ステージに立って暴れてろ、つって。だからシールドが刺さってない、そもそも。ケーブルが刺さってないから音が出ないって。すごいよね。っていうね。っていう感じだね。なんかね、その、誰かに評価されたいんじゃなくて、俺の仲間たちと一緒に見てゲラゲラ笑ったり、感動したり、泣いたり笑ったりしたいだけなの、俺はただ。もうすごい小さい世界で、仲間内でガンガン盛り上げてこうぜ、みたいなノリだから。なんかその、なんだろう、世間一般で、評価されたいっていう気持ちが強いわけではない。あるのはあるけど、そこがメインじゃなくないみたいな。極端な話ね、もうここの内輪で最高にかっこよかったとか、最高に面白かったとか、次は俺もスタッフやりてーとか、一緒に作りてーみたいなのの延長線上だけだと思ってる。すげえ。まあ、完全にそのノリだよね。ピストルズ大好きでノリでベーシストになったって。完全にそのノリでしょ。だってさ、ちゃんと映像をやってる人は、ちゃんとした芸術的なものを撮れるはずなの。俺にそれ求めてどうすんのって思うんだよね。なんか。素晴らしくて、美しくて、綺麗で、その映像の世界の学生たちが勉強になって、っていうものを求めてなくない？それを俺がなんか俺にしかできないことをやるべきであって、その、ちゃんと学術的に映像の勉強をしたりとか芸術を収めてる人がそういうクリエイティブなものは世の中に出まくってるわけだから、そういう素晴らしいものを見たきゃ1800円払ってハリウッドの映画見ろよっていう。それこそアカデミー賞の映画見ろよってなるんだよね。なんかもっと泥臭いもんじゃっていう、こっちは。
臭くて、なんかもっと汚えもん作ってんだわっていう。そう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 。なんかそういう感じなんだよね。なんか、言葉にするのがすげえ難しいんだけど、ただ楽しみたいだけっていうか、ただ、その、なんか朝まで、なんかこう映像のことを語ったりとか、どういうことを作って、どうやったらどうなるんだろうとか、その自分たちの可能性とか、自分たちの新しい表現とかをずっと模索し続ける仲間が欲しい。こんなことができる、あんなことができる、やってみようとか、失敗したとか、泣いたり笑ったりしたい。俺は。なんかそういうの楽しいじゃん。それがやりたいんですよ。極端な話、俺、だから映画じゃなくても、全部そうだと思うの。ボクシングだったら、プロボクサーと、コーチの関係とか、なんだろう、バンドのメンバーとファンの関係とか、全部そうだよね。ただ感動したいだけじゃん。何かを充実させたいだけじゃん。何かワクワクしたり、ドキドキしたりしたいだけじゃん。ただ単に。ああ、いい、どうもどうも。俺、33歳。だから、なんか、そういうことがやりたいんだよね。いや、だから言語化はしたくないけど、今俺ができることは言語化することしかできないから。だから、配信、俺言語を使う方は上手い方だと思うのよ。だけど、配信に限界を感じたのよ、やっぱり。その、語るより見せるっていうことの方が、やっぱり重要だな、と思ったから。だからまあ、作り手に変わったわけですよ。その、作品ってものを残したい。だから映画やってるわけですよ。今みたいな寝言をずっと言ってます、僕は。朝から晩まで、生まれてからずっと言ってますね。はい。33年間ずっと言い続けたから、こんな生活をしてます。はい。でも年齢は関係ないんじゃないの？なんか、何歳になったら考え方変えないといけないとかなくない？なんか、あんの？二十歳になったらこれは言ったらダメとか。なくないか。夢見たらダメなのかい？ 33 歳は。40歳になったら夢見たらダメなの？ 50 歳になったら夢見たらダメなの？これ全然ありだと思うけど。全然ありでしょ。寝言を言い続けるよ、寝言を。寝言師だから寝言師。寝言大好き。寒い。部屋が寒いよ。ダメだな、ネット復旧しねえな、これ。あれだな、もう一個払わないとダメだな、多分。支払いもう一個だな。どうしよう。なんでそんな嘘くさいの？わかんない。いや、嘘みたいな寝言を言ってるからでしょ。だから、あれだよ。まともじゃないんだよ。いや、要は嘘みたいな。みたいな話をずっと言ってるからでしょ。嘘みたいな話を。俺は正気だと思うけどね。自分ではまともなつもりなんだけど、まともじゃないらしいよ。どうも。
なんだよ、説教くせえな。クソバイスだな、クソバイス。クソみてえなアドバイスありがとね。みんな。クソバイスだよ、クソバイス。クソみてえなアドバイスありがとうございます。好きだよね、クソバイス。お前ら。クソバイス大好きだよね。クソみてえでヘドが出るけどありがとね。お前らの心は全然クソバイスは俺には届かないから。クソバイスアザース。映画が表現。表現に限界を感じたから作品って感じかな。あのね、配信の方が表現に近いと思うけど、表現は作品じゃないんだよ。パフォーマンスなんだよ。あくまで。だから、作品に残したいと思った。作品に。残るじゃん。だからそれをクソバイスって言うんだよ。クソバイスだよ、クソバイス。何の役にも立たないアドバイスのことをクソバイスと言うんですよ、皆さん。別にだって評価されるためにやってるわけじゃないもん。評価をされたいんじゃなくて共感をしたいんだよ、俺は。評価。共感、共感。楽しみたいの。いや、クソバイスでしょ。クソバイスでしょ。クソみてえなアドバイスでしょ。どう考えても。都合が悪いもクソもなくない？別に。クソバイスはクソバイスなんだよ。クソバイスだから。クソでしょ。どうしよう、ネットがつながらないよ。どれだ、支払い用紙。どれだ。ネットが止まった。これか。NTT。あれ？つながった？
あ、ダメだ。俺一回消しちゃったんだ。やば。あ、やば。どうしよう。え？どうやってつなげるんだ？え？ネット。どうしよう。ネットの支払いは、
あー知らない、カッシーニ配信やってないの今。え、全然わかんない、全然わかんないよ。ニコ生の配信者でしょ、だってやめちゃったのかな。みどりさんとかの方が詳しいんじゃないの。全然わかんない、カッシーニ。やめちゃったのかな。すげえ久々に聞いた、カッシーニ。入ってないか、どうしよう。ネットってさ、支払ったらすぐつながるよね。3時間、支払い滞納。ネットって普通すぐつながるよね。多分。ねえ、元気だといいよね。NTT。これあれだな、こっちも多分未納なんだな。3ヶ月溜まってるもん。これも払わないとな。マジでもうやだね。キリがないね。まいったな。サポセンに問い合わせないといけないんだけど、俺電話自体を持ってないから、電話をかけないと。ダメだ。電話をかけるところから始めよう。電話持ってないんだよ。電話を。3ヶ月やばいよね。ちょっと、配信切って、この9分後に電話してみるわ。問い合わせしてみる。支払わないとこれ。ダメだ。なんか多分ね、足りないんだと思う。他にも支払わないといけないんだよ。よいしょ。ダメだ。支払おう。支払おうぜ。お金貸そうか。いや、いいよ。大丈夫。絶対に返さないから、あのお金はもらう、借りない絶対返さない自信があるから、もらうのみでいきます。はい、誇り高きネット小好きなんで、
誇り高き、プライド持ってやってるんで僕。お金は借りない、もらう。それで行きましょう。寒い、エアコンつかねえかな。寒いね、社長ね。この月末になると全てが止まるっていう現象どうにかしないよね。あ、大丈夫。大丈夫、ありがとう。いや、やだ。信頼関係がなくなるから。石野はね、なんかね、主婦やってるみたいよ、主婦。俺も2年、ん ?1 年ぐらいかな ?2 年かな、もう全然会ってない。元気にしてるらしいよ。なんか料理したり洗濯したりしてるって。もう配信はやってないみたいだよ。元気だといいけどな。いいやつだからね。石野はめっちゃいいやつだから。ダメだ。心が折れるわ。ね。毎月払う癖つけないとダメだよね。石野はね、結婚はしてない。あの、リスナーさんの家に転がり込んでも、1年ぐらい経つかな。だから、リスナーさんが報告してくれんの。医師の元気って言うと。元気だよって。もう配信はやめたみたいよ。やってないね。今何時？あ、もう3時か。ネットつなげたらパソコンで配信しよう、後で。さっき払ったやつはどれだっけ？監督の将来像、ないです。全くありません。将来像ないです。今が良ければそれでいいって感じなんです。今が楽しかったらそれでいいんで、全く考えてないですね。考えてたらこんな生き方になってないでしょ。全くないです。一寸先は闇。じゃあ俺、ネットの問い合わせするんで、皆さんありがとうございました。もし初見さんいたらフォローしてってください。お疲れ様でした。おつおつ。